鳥肌。感動。RHT10 周年記念ライブでナンバーアンダーライン愛との奇跡のコラボが実現。ボンから INZM まで。RHT がナンバーアンダーライン愛の楽曲に込めた思いを語る。音楽とダンスの世界において、芸術の真髄を追求し続けることは、時に孤独で困難な旅路となる。しかし、その道を歩む中で生まれる絆と共感。 そして創造的な協力関係こそが、アーティストたちを支え、彼らの表現をより豊かに、より深いものにする。私たち RHT が10周年を迎えるにあたり、特別な意味を持つパートナーシップの一つとして、アーティストグループ n o n アイとの関係を振り返り、感謝の気持ちを伝えたいと思います。n o n アイは、3人のメンバーから成り立つグループで、 彼らはそれぞれ異なる背景と才能を持ちながら、共にユニークなエンターテインメントを生み出してきました。彼らの作品は、単なるパフォーマンスにとどまらず、見る者に強い感動と共感を与えるものであり、それはまさに彼ら自身が持つ情熱と創造性の結晶です。私たち RHT がこの10年間で培ってきたものは、ナンバー・アンダーライン・アイとの協力を通じてさらに磨き上げられました。振り返れば、 私たちの関係は偶然の出会いから始まりました。それは、音楽とダンスという共通の言語を通じて、自然に引き寄せられるかのようにして始まりました。私たちが初めて一緒に取り組んだプロジェクト、ボンゴは、単なる振り付けの提供を超えて、彼らの持つビジョンを形にするための真剣なコラボレーションでした。振り付けを考える際、私たちはただ動きを作り出すのではなく、 彼ららの音楽に込められたメッセージをどのように視覚化するかに重点を置きました。その結果、私たちの創造的なエネルギーが交わり、互いにインスピレーションを与え合う関係が生まれました。ボンに続いて制作された INZM でも、私たちは彼らとの緊密な協力のもと、さらなる挑戦に取り組みました。ここでの振り付けもまた、単なる動きの組み合わせではなく、 音楽のリズムや歌詞の意味をダンスを通して表現することに焦点を当てました。特に INZM では、楽曲が持つ独特のエネルギーとメッセージ性を、ダンスを通じてどのように視覚的に強調できるかを模索しました。私たちは数多くのアイデアを出し合い、試行錯誤を繰り返しましたが、その過程で生まれた絆は、今でも私たちにとってかけがえのないものです。10周年記念ライブ、リア a r h t は、 私たちにとって、過去の歩みを振り返り、未来への道筋を見定める重要な機会となりました。このライブでは、私たちの成長を支えてくれた多くの仲間たちとの協力が不可欠でした。その中でも、ナンバー・アンダーライン・アイとのコラボレーションは、私たちの10年を象徴する一つの頂点であったといえるでしょう。ライブの準備が進む中で、私たちはナンバー・アンダーライン・アイとの再会を心待ちにしていました。 彼らとの共同作業は、常に刺激的で、私たちに新たな視点をもたらしてくれます。特に今回のライブでは、彼らの持つ独特なスタイルと私たちの表現をどのように融合させるかが大きな挑戦でした。しかし、その過程で見つけた新しいアイデアやアプローチは、ライブをより一層魅力的なものにしました。ライブ当日、舞台裏では緊張と興奮が入り混じった雰囲気が漂っていました。私たちは、 観客に最高のパフォーマンスを届けるために全力を尽くしました。そして、いざステージに立った瞬間、私たちの努力が報われる瞬間が訪れました。ナンンバーアンダーアダラインアイとの共演パートは、観客にとっても、私たちにとっても、特別な意味を持つものでした。彼らと一緒に作り上げたパフォーマンスは、まさに私たちが10年間で培ってきたものの集大成であり、見るものに深い感動を与えました。 ライブが終わった後、私たちは改めて、ナンバーアンダーライン愛との絆の深さを実感しました。彼らとのコラボレーションを通じて得た経験や学びは、私たちにとって貴重な財産です。それは、単に技術的な面だけでなく、アーティストとしての在り方や表現の幅を広げることにもつながりました。そして何より、彼らとの関係は、 私たちにとって音楽やダンスを通じて人々に感動を与えることの本質を再認識させてくれました。ナンンバーアンダーアダインアイとのコラボレーションは、私たち RHT にとって、新たな挑戦を続けるための原動力となっています。彼らとの共演を通じて、私たちは常に新しいアイデアを追求し、より高いレベルの表現を目指すことができました。その結果生まれた作品は、単なるパフォーマンスを超えて、 見るるももののに深いメッセージを届けるものとなりました私たち RHT がこの10年間で学んだことの一つは、アーティスト同士のコラボレーションが持つ力です。それは、単に一緒に作品を作るだけでなく、互いの創造性を刺激し合い、新たな視点をもたらすものです。そしてその結果生まれる作品は、単なる個々のアイデアの集積ではなく、互いの力が融合し、新たな価値を生み出すものとなります。 ナンバー・アンダーライン・アイとのコラボレーションは、まさにその典型と言えるでしょう。私たちは今後も、ナンバー・アンダーライン・アイとの関係を大切にしながら、新たな挑戦に取り組んでいきたいと考えています。彼らとのコラボレーションを通じて得た経験を糧に、私たちはさらに進化を続けていきます。そして、観客により一層感動を与えることができるよう、努力を続けていきます。最後に、 10周年を迎えられたことに対して、改めて感謝の意を表したいと思います。これまで支えてくださったファンの皆様、そして共に歩んできた仲間たちに心から感謝しています。そして、これからも RHT は、新たなステージへと挑戦し続けていきます。私たちの旅はまだ終わりません。これからも皆様と共に、新たな歴史を築いていきたいと思います。そして、 私たち RHT はこの10年間で得た全ての経験と絆を糧に、次のステージへと歩みを進めています。ナンンバーアンダーアダラインアイとのコラボレーションは、その中でも特に輝かしい瞬間の一つでしたが、私たちの旅路にはまだ数多くの未踏の地が広がっています。今後の未来を考えるとき、私たちは既存の枠にとらわれず、新しい挑戦を恐れずに受け入れることが重要だと感じています。音楽とダンスは、 常に進化し続けるものであり、その中で自らの表現をどう進化させていくかが、これからの私たちの大きなテーマとなります。次なる目標として、私たちはさらに国際的な活動を拡大し、世界中のアーティストやクリエイターとのコラボレーションを模索しています。グローバルな視点を取り入れることで、新たなインスピレーションを得ると同時に、私たち自身のアイデンティティを再確認する機会でもあります。 これまで日本を中心に活動してきた私たちにとって、国際的な舞台での挑戦は大きな一歩ですが、その分多くの学びと成長が期待できます。また、私たちの音楽やダンスを通じて、より多くの人々に感動を届けるためには、新しいテクノロジーの活用も重要です。デジタルプラットフォームやソーシャルメディアを通じて、これまで以上に多くの人々とつながることができる時代です。 私たちは、の可能性を最大限に生かし、リアルタイムでのライブストリーミングやインタラクティブなコンテンツを通じて、ファンとの絆をさらに深めたいと考えています。特に、若い世代との交流を強化し、彼らの感性や視点を取り入れることで、新しい風を取り入れたいと願っています。さらに、RHT としての次なるプロジェクトは、アーティスト同士の枠を超えたジャンルの融合を目指しています。音楽、 ダンス、映像、そしてファッションやアートといった異なる分野の表現者たちが集い、新しい形のエンターテインメントを作り出すことが目標です。これは単なるジャンルのミックスではなく、それぞれの分野が持つ独自の美学やメッセージを尊重しつつ、全体として一貫したテーマを持つ作品を創造する挑戦です。私たちは、これがこれまでにない全く新しい体験を提供できると信じています。もちろん、 新たな挑戦にには常にリスクが伴いますしかし、それこそがアーティストとしての成長の鍵だと私たちは信じています。成功や失敗を恐れず、自分たちの信じる道を進むことで、より深い表現を追求できるのです。私たちが10年間で得た最も大きな教訓の一つは、どんなに困難な状況でも、仲間と共に前に進むことができれば、必ず新たな道が開けるということです。 これからの RHT は、過去の経験を礎にしながらも、未来に向けて常に進化を続けるグループでありたいと思っています。ナンバーアンダーライン愛とのコラボレーションで得た多くのインスピレーションや学びは、私たちが次のステージへ進むための大きな原動力となっています。私たちは、この10年間の旅路を胸に刻みながら、これからも新しい挑戦に挑み続けます。 未来の RHT がどのような姿を見せるのかはまだ分かりませんが、確かなのは、私たちが一つ一つのプロジェクトに全力を注ぎ、ファンの皆さんに最高のエンターテインメントを提供し続けるということです。そして、その過程で出会うすべての仲間やファンとの絆を大切にしながら、私たちは次の10年へと歩みを進めていきます。皆さんと共に、新しい歴史を作り上げていくことが、 私たち RHT にとって何よりの喜びです。最後に、これまで応援してくださったすべての方々に、心からの感謝を申し上げます。皆さんの支えがあったからこそ、私たちはここまで来ることができました。これからも RHT は、音楽とダンスの力を信じ、より多くの人々に感動を届けるために、全力で活動していきます。どうか、これからも私たちを見守り、 共に新しいいステージへと進んでいってください未来は私たちと皆さんとで作り上げていくものです。そして、その未来がどのように形作られていくのか、その一瞬一瞬を皆さんと共に楽しんでいきたいと思っています。10周年という節目は終わりではなく、新たな始まりです。RHT のこれからの挑戦に、どうぞご期待ください。そして、 私たちの旅路をこれからも共に歩んでいただければ幸いです。